はいどうもポンチです。今日はもったいなくてずっと解説してこなかったフォールシャッフルとおまけで未公開のトライアンフとフォールスカットを解説しております。お楽しみください。実演はい、では解説していきます。過去にプルスルーと呼ばれるフォールシャッフルを解説しておりますが、今回はプルアウトというフォールシャッフルです。プルスルーの場合はこのように2つに分けて混ぜてこの2つをスルーさせるというものでしたが、プルアウトは分けて混ぜてそのまままた元に戻す、このようなタイプのフォールシャッフルです。まずこのようにして2つのパケットに分けます。上側から取る方、下側から取る方によってその後のフォールスカット等変わってきますので、各自で様々試してください。私の場合は下半分を右側にこのように取ってます。そしたらリフルシャッフルを行うわけですが、左側からまず数枚落とします。その後このように噛み合わせていきます。そしたらある程度のところまでは揃えていきます。そしたら左手はこのままロックした状態で、右手でお客様側の角をまず先にこのように斜めに押し出します。そうするとここが突き出た状態になります。これだと不自然ですので、ここの突き出ている部分を中指で下に下げます。そうするとこのような状態になります。今かなり大げさにやっております。ここが揃いますので混ざったように見えます。この状態で次に左手の親指をこの境目のところに乗せます。そしてこのまま突き出ている部分をこのように揃えると、また再度このように突き出ます。このようになったら突き出ている部分をこのように抜き取ります。そしたらこのまま上にずらした感じでこのように重ねます。下半分のパケットのさらに半分を上に重ねます。残りを上に重ねます。そうすると全く混ざっていない状態になります。もう一度いきます。分けます。左側から落とします。噛み合わせます。ある程度のところまで混ぜ合わせていきます。このように手前に突き出るような感じにしてこのように揃えてあげます。力抜いた状態でこのように揃えた振りを行っても構いません。そしたらこちらに角がありますので、親指で押さえつけてあげるとこのように分かれます。そして分かれた部分をこのように抜き取ります。ステップを作ります。残りをこのようにカットします。そうすると全く混ざっていない状態になります。それではゆっくり実際の幅で行っていきます。慣れないうちは多少大げさにとっても構いません。このような感じでスルーをさせます。スルーというかアウトですね。このあたり多分英語だと思いますので、ごめんなさい、よくわかりません。それでは様々なアングルで行っていきます。実演1枚を選びください。こちらで、では皆様でよく見て覚えてください。 OK ですか？忘れないようにお願いします。そしたらこちらのお客様の選んでいただいたカードを中の方に入れてしまいます。そんでもってさらに中の方に入れておきます。この状態でちょっとめんどくさいことします。こう表と裏にした状態でこのままガーッと混ぜてしまいます。そうするとどうなるかっていうと、めんどくさくなりますね。表裏がぐちゃぐちゃな状態です。
表と裏な場所があったり、まあ、裏と表な場所があったり、まあ、中にはこう裏と裏な場所、いろんなところがあります。ただ指を一度鳴らすだけで全てのカードの向きが揃います。あなたのカードを除いてね。はい、では解説していきます。プルスルーを使用したトライアンフです。最終的にはザローシャッフルやトライアンフシャッフルを使った状態と同じになりますが、プルスルーを使用することによって難易度は少し上がりますが、混ざったような錯覚がより強まります。トライアンフについてよく知らないという方はまず下の動画をご覧ください。まずお客様に1枚のカードを選んでもらいます。選んでもらったらそのカードをトップ一番上にコントロールします。事前でやったトップコントロールは下をご覧ください。この状態でトライアンフを行っていくわけですが、通常のトライアンフといろんなことが逆になります。まずは上半分を持ち上げて右側に取ります。そして下側半分を表向きにします。このような状態にして噛み合わせていきます。どちら側から先に落としても全然問題はないんですが、多分右側から落としていった方が楽に行えます。まず右側数枚を落とします。そしたらこのまま噛み合わせていきます。そして最後の1枚、右側裏向きの状態のが1枚だけ上になるようにこのような状態にします。そしたらこの状態で噛み合わせていきます。フルスルーをやる時と同じようにこのようにクロスさせます。そしてこのまま揃えます。そうするとこのように突き出た状態になります。プルスルーし終わった状態だとこのようになりますので、このままトライアンフシャッフルと同じような形で左手の人差し指でトップカードを押さえます。そして全体をこのように押し込みます。そしてこのままずらすだけです。そしたらこちら側に突き出ているものをこのまま抜き取って上に重ねます。やりたい方はこの後フォールスカットと様々お好みでやってください。そうすると通常と同じようにこのような状態になります。あとはお好みの方法で構いませんが、ナチュラルブレイクから取り上げます。そしてこちら側をひっくり返します。そして広げるとお客様のカードだけが表向きになっているという現象になります。こればかりは本当にどれがいいというよりは好みになってくると思います。練習したい技法でトライアンフやってみると一石二鳥なのではないでしょうか。ぜひやってみてください。実演。はい、では解説していきます。非常にカジュアルでお手軽にできるテーブルいらずのフォールスカットです。かなり実用的なフォールスカットなんですが、もちろんこのように凝視された状態で行うようなものではありません。マジックの合間や喋りながらオフビートが効いている時にこのようなフォールスカットを行ってください。やっていることは上をただ持ち上げてこのまま置きます。何をやっているように見せたいかというと、このようなキックカットを行ってカットしているように見せたいです。なのでより効果的に見せる方法としては、このムーブをこのフォールスカットを行う前に何度か見せておきます。そうすると全く同じような動きでやることによって先ほどのようにカットしているんだなと無意識に錯覚します。練習する際はこのカットとなるべく同じような動きになるようにして練習してください。一応コツとしましては、左手のこのような動きになります。半分を持ち上げたらタイミングよく左手をこのように立てて、よりリアルにカットしているように見せてください。すぐにマスターできて即戦力になるものだと思います。ぜひやってみてください。キョ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 のデパートで買ったマジック商品というわけで、このコーナーはですね、デパートで爆買いしてしまったマジック商品を私が実演していくというコーナーでございます。今回はこちらスプーン曲げ、これめちゃくちゃ前から気になってたんですよ。めっちゃビジュアルに何もせずにね、目の前で曲がっていくという現象、1410円、非常に楽しみです。それではやっていきましょう。はい、できました。2つのスプーンがあります。右、左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 、上、下、下。はい、この2つのスプーン、どっちがいいですか？どっち使います？こっち、外れ。こっちが当たりでした。じゃあ、こっち使いましょう。怪しいところは全くないっすね。で、このスプーン、よく見ててください、これ。ちょっと曲がってきたら分かります？これ。ふぅふぅふぅ、めっちゃ曲がります。で、取れまーすね。はい、というマジックでした。皆さんいかがだったでしょうか？これね、どうだろうな。まず点数からいきましょうか。21本です。これはね、全くもって演じる気が起こらないんじゃないかなと思います。持ってる方で演じてる方いるのかな？技術がね、いらんように見えて仕込んだ状態で来ないといけないっていうのは非常にストレスかかるから、簡単そうに見えて難しい。最後はいろんなものを処理とかもしなきゃいけないので、それくらいの難易度するんだったら普通のスプーン曲げ覚えた方が良くないとは思います。ただめちゃくちゃビジュアルに見えますよね。
このスプーンもちょっとちょっちいなっていう感じするんですけど、このビジュアルのこの1点だけ、例えば動画で使うとかステージとかでね、使う際にはもしかしたらいいのかもしれませんけれども、まあ僕はちょっとね、うん、これはちょっと使えないかなという感じで、結構ね低めの点数をつけさせていただきました。というわけで今日は難しめのフォールシャッフルやトライアンフフォールスカットの紹介だったんですけれども、いかがだったでしょうか。プルアウトの場合は一度噛み合わせて混ぜ終わった後に両手をフリーにすることができます。なのでテーブル上に置いといた状態で別の道具を取り出したり、身振り手振りを使って喋った後にでもそのまま抜き取ることができますので、めちゃくちゃ使えるフォールシャッフルでございます。毎日プロがマジックのレクチャーしてます。こちらからチャンネル登録、その他の動画を見ていってください。というわけでまた明日お会いしましょう。バイバイ。